正直もう見取りになる覚悟はしてます。それは承知の上でみなしご救援隊さんにシニアの長期預かりっていうのをさせてくださいって申し入れました。14歳、病気持ち、1日寝てるだけ、毎日投薬しないといけない、しかも割と体重も重い、そりゃなかなか決まらないと思いますよ。でも引き取る人があまりいないということは、その団体さんのところにその子がいる間、他の犬を引き取れなくなるリスクがあるっていうことですもんね。もしかしたら募集かければすぐ決まるような子が引き取れないっていう可能性があるってことです。現時点ではみなしごさん犬少なめだからそこまでの心配はないけど、でも将来的にそういう可能性リスクもありますよね。そうなったら飼い主は別のところに連れていく、もしかしたら野山にね捨てちゃうかもしれないですよね。そんなかわいそうな話ないですよね。だから僕はシニアの保護犬の長期預かりっていうのをやらせてほしいって申し入れました。シニアは環境変化に弱いから、なるべく里親希望者が面会希望の時だけカフェに連れていくっていう方が負担も少なく済みますもんね。正直親からも保護犬がかわいそうなのはわかるけど、まあどっぷり深みに深く関わりすぎない方がいいんじゃないかっていうふうにも言われました。でも僕はやりたいんですよね。こう保護犬がかわいそうだからっていう感覚じゃなくて、やっぱり楽しいからやってます。でもこういうふうに、こういうふうなことを言ってると、まあ DM いただいたりとか、あと友達からもね、言われたりするんですけど、もう独立してね、勝手に保護団体作っちゃえばっていうふうにも言われたりもしてます。でも今はまだ早いんですよね。僕の影響力とかを考えると、まあなんかこう一人で突っ走って頑張ってる人ってことで、まあ応援してくれる人は増えるかもしれない。でも、やっぱり長年の実績、蓄積があるみなしご救援隊さんに関しては、やっぱり里親希望者がたくさん集まってくる。だから僕が一人で始めるよりも、みなしごさんと一緒に、まあみなしごさんの下でね、やらせていただくっていうのが、今は最適解だと思うんですよね。だって本来の目的は僕がやりたいことをやるっていうことじゃなくて、一匹でも多くの保護犬を新しい家族のところに届けるっていうことが本来の目的なわけじゃないですか。まあ自己実現とかそういった観点からね、僕は保護活動をしてるっていうふうに言ってますけど、だからこそですよね。こう自分の力とか、自分の今のポジションとか、自分がどれぐらいの影響力があるのかとか、その辺はこう冷静に自己分析をしながらやっていかないといけないと思うんですよ。だって自信過剰になって突っ走って結果迷惑かかるのって犬たちだから。だからまずは美容師さんが独立する前に、まず美容院に就職してスキル、ノウハウを学ぶように、僕はみなしご救援隊さんに所属してボランティアしながら、まあ、経験を積ませていただいてます。ただ今まではこう犬をただ預かるだけっていうところだったのが、まあ、こうやってこうシニアを長期で預からせていただくっていうようなところまでね、まあその上でさらにこう里親募集のお手伝いもさせていただけるっていうところまで、まあ少しずつ一歩ずつね、前進をしてきました。だからこれからも一歩ずつ少しずつ前に進んでいきたいなというふうに思ってます。それに僕自身ね、ミスターノーバリーっていうふうに名乗ってますよね。英語で I'm nobody って言ったら、まあ僕は太りとめもない、まあ僕はそこら辺にいる普通の人ですっていう意味なんですよね。別になんかこう、スーパースターになりたいってわけじゃないんですよね。ミスターサンバディになりたいわけじゃないんです。誰でも、どんな人でも、あ、保護犬たち、なんか保護犬のためになんかしたいなっていうふうに思った人が、まあ誰でも始められるっていうコンセプトにしたいわけよ。だから本当一歩ずつ少しずつ誰かの下で、やるっていうふうにしてます。だって将来的にもしなんかこう大学生とかで保護犬に興味がある人が僕にどうやってそういう今そういうふうになったんですかって聞かれた時に、とりあえず保護団体を作って突っ走りましたって言われたら、まあ確かにこうモチベーションみたいなのにはつながるかもしれないけど、参考にはならないですよね。これって極端な話、例えばカップラーメン作ります、どうやって作るんですかって聞かれた時に、まずは蓋をすべて剥がしますって言われたら、ちょっと待てってなるじゃないですか。あれ？なんかいつもの感じのトーンになってきてない？ちょっと今回真面目な話しようと思ったから、すごい真面目なトーンで暗い部屋で撮ろうと思ったんだけど、まあちょっといつもの感じでいきましょうか。ちょっと待って。
おなら我慢してた。というわけで申し訳ありました、ミスターノバリーでございます。僕は保護犬の預かりボランティアをさせていただいております。まあ普段は会社員やりながらね、二足のわらじでこうやらせていただいております。今日はちょっとね、真面目に今後の展望とかね、どういうふうにこれから、まあ自分がやりたいことをやっていくのかみたいな話をね、ちょっと真面目にさせていただきました。普段はねこんなノリとテンションで、まあ楽しくね里親募集とか、保護犬に関する情報発信っていうのをさせていただいております。なんかこうかわいそうだから保護犬を引き取るっていうふうなじゃなくて、やっぱりこう可愛いところをね、お見せして、あ、この子可愛いなとか、あ、この子と一緒に暮らしたいなっていうふうに思ってもらいたいんですよね。なんかこう、可哀想アピールみたいなことって、まあ短期的にはね、共感を呼んだりとか、可哀想って思うからバズるのかもしれないんですけど、まあもう保護犬が可哀想なんて、まあ考えりゃわかる話じゃないですか。だからなんかこれから犬を飼うっていう人に関しては、こう、可哀想だから飼うっていうよりは、可愛いな、一緒にいたいな、一緒に過ごしたいなって思うから飼うわけじゃないですか。なので僕はそのどっちかというとプラスの面っていう方にね、こうフォーカスをしていっていきたいなというふうに思っております。それに僕ってポジティブなのがやっぱり取り柄ですからね。だからこれからもね、楽しく保護活動っていうのをね、保護活動と情報発信をねやっていこうかなというふうに思います。まあもちろんね、大変なことはありますよ。でも何をやるにしたって大変なことってあるじゃないですか。例えばプロのテニスプレーヤーだってずっと楽しいテニスやってるわけじゃないですよね。激しい筋トレをしたり、あとは激しい食事制限をしたりしながら、自分が本来はね、こうやりたくないようなこともやりながらやってるわけですよ。まあそれ以外にもなんか、こう会社に所属しながらやってる方とかだっていらっしゃるわけじゃないですか。だから同じですよ。ということでですね、これからも楽しく、たまにへをこぎながらですね、ちょっとやっていこうかなというふうに思います。なんかこの前、なんとなくノリで娘にサウンドエフェクトのね、効果音のね、おならの音を聞かせてたら大爆笑してたんです。これもしかしたら子供、今このチャンネル見てる人たちって、まあ割と年齢層高めで、子供たちがね、キッズが見てくれてないので、まあこれから、やっぱりこれから犬を飼うっていうのはキッズたちなわけで、キッズたちをね、こうどん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 保護犬の虜にしていかないといけないなというのもあって、まあちょっとね、たまに下品なところもありますけれども、まあ僕結構おならね、しますんで、その辺も、まああれはちなみに本当に効果音ですからね、本当におならしてるわけじゃないからね。まあそこだけ気をつけていただいて、まあぜひともですね、これから応援していただければなというふうに思います。今年はですね、とにかく1万人チャンネル登録者目指して、さらにね、会社も辞めて、もう映像制作とか動画編集の仕事をしながらですね、まあ在宅をしな、まあリモートでこう働きながらね、まずは自分ができることから始めていって、少しずつこう保護施設を作ってみたりとか、もっと多くの犬を救う、リスキューするとか、自分でリスキューするようになるとか、そういうふうなことをね、やっていけたらなというふうに思ってます。なので、だから中長期的な展望としては、身の死後救援隊さんとね、こう、協力関係に、なって、僕と身の死後さんでね、まあ、協力しながら、保護犬を保護していくみたいなのをやっていきたいし、やっぱりこう、いろんな保護団体さんとね、こう、協力し合いながら、できるような、ね、人になりたいなと思ってます。なので、まあ、これからもちょっと頑張っていきますので、ぜひとも応援よろしくお願いいたします。それじゃまたねー。